んにちは、ラニアハナチャンネルカーネーション担当佐藤です。本日は輸入商社クラシック様より南米産の春おすすめ黄色とオレンジ品種のご紹介でございます。コロンビアの気候変動により黄色の定番のエルメスとオレンジの定番エルメスオレンジがですね、ちょっと出荷の方が少なくなってきております。なかなか気候に耐えてない状態です。そのためクラシックさんでは似た新しい品種を導入されております。こちらを今回はご紹介いたします。まずは黄色品種から、こちらが定番のイエローのエルメスになります。そして同じお色味でこちらがディレータになります。こちらがディレータでこちらがエルメス、あまり濃さは変わらないお色味になります。で少し薄い方に行って、こちらがレモン南で、こちらがポリ南になります。ポリ南の方が少し薄めのお色味になります。でポリ南と同じお色味でポリミリアになります。こちらがポリ南でこちらがポリミリアになります。続いてオレンジ品種になります。薄い方からこちらがアプリコットの表記になっています。アップルティーとリジーです。でこちらがライトオレンジになります。こちらからサフラン、ミナミ、キャロラインゴールド、ピーチマンボになります。サフランとキャロラインゴールドはほとんど色は変わらない感じですね。でちょっと黄色みが強いのがミナミで、ピンク味が強いのがピーチマンボになります。でこちらが中間のオレンジ品種になります。カーボーイとミーランです。こちらのエルメスオレンジと比べると少しだけ色がちょっと薄めになっております。ほとんど変わらないお色味になっております。こちらがエルメスオレンジ、こちらが定番品種のライオンキングになります。定番のオレンジ2品種を比べると、こちらのライオンキングの方がサシが少し入っているような感じになります。でサシの入り方だとライオンキング、こちらのライオンキングとこちらのカウボーイがよく似ている感じになっています。でエルメスオレンジとこちらのミーガンが、模様などもなくよく似ているかなと思います。でオレンジで一番今濃いのがこちらのキャロラインになります。ほぼシワ化のようなオレンジになっております。こちらは色の違いで聞かれる品種で、オレンジ南とパッション南になります。こちらオレンジ南です。こっちパッションです。オレンジ南の方が少し黄色みが強く、パッション南の方がピンクみが強い複色となっております。以上がクラシックさんの今季黄色オレンジ品種になります。ベーシックな品種から新しい品種まで揃えていらっしゃいます。ぜひともご購入お願いします。続いてご紹介するのがクラシックさんのスプレーカーネーションになります。こちら横箱の100本入りで、最近箱の方がリニューアルしてクラシックさんのデザインになっております。こちら開けていきたいと思います。まず開けるとですね、こちらに線と文字シートという形で紙に巻かれている商品になります。こちらお花の方も花紙に巻かれておりまして、開けるとこのようになっております。こちらの商品の特徴は、横箱のイメージとしてよく言われる黄身前が硬すぎるということがなくですね、見ていただくと分かる通り、こちらピンクピジョンなんですけども、縦箱と同じような切り前になっております。また100本箱になりますので、大箱のように下の花がぺしゃんこになっているということもなく、普段の縦箱2ケース分お買い上げいただく
のよりも少しお買い得な形になっております。ぜひご利用ください。